典型的な動物細胞の模式図、核固定、細胞核、リボソーム、小胞、素面小胞体、ゴルジ体、微小管、活面小胞体、ミトコンドリア、液胞、細胞質気質、リソソーム、中心体小胞の構造小胞は、細胞内にある膜に包まれた袋状の構造で、細胞中に物質を貯蔵したり、細胞内外に物質を輸送するために用いられる。 代表的なものに液胞やリソソームがある。症法は脂質膜の科学的な特性上自然に形成される構造である。ほとんどの症法は何かしらの特化した機能を持っており、その機能は症法内に含まれる物質によって異なる。ただし見た目には同じ形状をしている場合もあり、症法の内容を分析することなく見分けることが困難である場合も多い。 商法の機能としては、細胞での合成産物の貯蓄、細胞外への物質輸送、物質の消化などが挙げられる。商法の膜の構造は、細胞膜のそれと類似しているため、商法は細胞膜と融合して、商法内物質を細胞外に放出することができる。また商法は、細胞中で他の細胞小器官の膜と融合することもできるため、 細胞内の別の器官にも物質輸送を行うことができる。商法は少なくとも一層の臨死質二重層によって細胞質基質と区切られている。臨死質二重層が一層である商法は単層。商法、臨死質二重層が二層以上である商法は多層商法と呼ばれる。商法の内部は細胞質基質と区切られているので商法内を 細胞質基質と異なる環境にすることができる。そのため、消法内を各種化学反応の場として利用し、様々な物質や酵素を合成することができる。植物細胞の液胞詳細は、液胞。参照液胞は主に植物細胞で発達している。消法で内部はほとんど水で満たされている。植物細胞では、浸透圧の制御や栄養物質の貯蔵のために、 大きな液胞を持つことで知られている。菌類では液胞は食作用やエンドサイトウシスなどに用いられる。エンドサイトウシスにおける液胞はエンドソームと呼ばれることもある。また液胞に似た構造として原生生物の一部が持つ収縮法が挙げられる。収縮法は細胞質機質が低調になるのを防ぐために細胞質から水を取り込み細胞外に排出している。 詳細は、リソソームを参照リソソームは、細胞内消化に用いられる、消化酵素を含む症法である。一旦細胞外からエンドサイトーシスによって、物質を取り込むと、触法を形成する。この触法がリソソームと膜融合することで、細胞外から取り込んだ物質を分解することができる。このプロセスは、ファゴサイトーシスという。またリソソームは、損傷を受けた、 細胞小器官などを破壊するのにも用いられる。損害を受けた細胞小器官の膜とリソソームが融合して働きかけることで細胞小器官を分解している。輸送商法は細胞内における物質の移動に用いられる商法である。例えば素面商法体からゴルジ体へタンパク質輸送を行うのに輸送商法が用いられる。 シグナルペプチドタンパク質が翻訳されると翻訳を行っているリボソームが素面小胞体に結合し生成されたタンパク質が膜に取り込まれ輸送商法として分泌される輸送商法で輸送されるタンパク質はリソソームやペルオキシソームまたは細胞外などに輸送される前に一旦ゴルジ体で就職を受けることが多い分泌商法は 細胞内の物質を細胞外に放出するのに用いられる症法である。細胞が物質を細胞外に放出する理由は大きく分けて2つあり、老廃物の排出と化学物質の放出によるシグナル伝達である。後者の例としては、軸索末端から放出されるシナプス症法や内分泌器から放出されるホルモンの分泌、細胞壁を構成する酵素の分泌などが挙げられる。 クラスリン被覆症法の構造症法輸送のプロセスは、主にエンドサイトーシスとエキソサイトーシスに分けられ、前者が細胞外物質の取り込み、後者が細胞内物質の放出に関わっている。どちらの場合でも、輸送対象の物質を症法内に取り込むためのプロセスがあり、輸送される物質は、タンパク質などに囲まれて、被膜症法を形成する。エンドサイトーシスの際には、 クラスリンやアダプチンといったタンパク質がエンドソームを形成する骨格として働いている。クラスリンで覆われた症法のことはクラスリン被膜症法という。また、症法が別の機関と融合する症法融合のプロセスなどで症法内の物質を認識するためのマーカーであるスネアタンパク質が重要な役割を担っていることが知られている。ありがとうございます。